法年池ダム法年池ダムと法年橋法年池ダムは香川県観音寺市にある現存する日本最古の遺失見式マルチプルアーチダム。佐抜山脈から流れ出る母曽田川を上流でせき止め、母曽田川の左岸に広がる水田を潤している本ダムは度重なる大干ばつへの対策として1926年に着工され1930年に完成した。 この時、地元住民による組合が部分請負をして工事にあたり、延べ15万人による人海戦術により約4年の短期完成を実現するという地元一体となって成し遂げられた公共事業であった。命名は、香川県出身で大倉大臣などを歴任した三辻中蔵による。マルチプルアーチダムとしては、宮城県仙台市の大倉ダムを含め、 全国に2つしかなく、当時アメリカ合衆国における最新技術であったマルチプルアーチが適用されるなど土木史、ダム技術史を語る上においても貴重な建造物である。ダム補修工事により上流部はコンクリート補強されているが、下流部には当時の古い石積みが現存している。2006年、国の重要文化財に指定されている。 旧土砂吐き門と旧中、豊洲水口法年池ダムによって形成された人造湖は法年地として2010年3月25日に農林水産省によりため池百選に選定され、湖畔には法年地遊水公園が整備されている。現在も法年池からは約530ヘクタールの灌溉を行っており、大野原は月夜に焼けると謳われたり、 旧大野原町の大野原温度で、里を潤す法年池の石積みず包みは、城のよう、城のよう、と謳われているように、豊かな大野原平野を潤している水源として、親しまれている。稲作と野菜、ラリルレタス、果樹等による複合農業を中心とした集約型農業を行い生産性、経済性が高い経営を行っている。 田植えの時期に行われる地上30メートルの包みからの放水や揺る抜き行事の際には、そのヨーロッパの古城を思わせる外観と勢いよく流れ出る放水の絶景を目当てに多くの観光客が訪れる。ありがとうございます。